本日は、手打ちそばの店君吉さんに、やってまいりました。では早速入ってみたいと思います。ありますね、鴨料理キャンペーンということで、チラシを貼っていただいております。まずはじゃあ、鴨焼きをお願いします。はい、それからですね、せっかくですんでお酒を冷やで、裏が炭をお願いします。はい、で最後にせいろお願いします。はい、蕎麦屋さんではですね、江戸時代ちょっとなんか小粋な飲み方をしてたそうですね。蕎麦屋さんでですね、昔は結構早い時間にお蕎麦を食べながら、お酒を飲んだっていう話をよく聞きますけれども、かの鬼平犯科帳の長谷川平蔵さんもなんかお蕎麦屋さんで随分飲んだっていう記録が残ってるらしいですね。すいません、ありがとうございます。早速出てきました、鴨ですね、鴨焼き。ありがとうございます。では早速食べてみたいと思います。ものすごく肉が柔らかくて、そのくせこう弾力があって、このちょっと甘めのタレがものすごくこの鴨の肉を、引き立ててますね。素晴らしく美味しいです。今日は小粋に飲むのが目標ですから、じゃあいただきます。裏の炭って美味しいですね。辛口ですけどさっぱりしてますね。このお酒は非常にこの鴨と相性がいいと思います。長谷川平蔵になった気分です。ということでせいろがやってきました。いただきたいと思います。君吉さんは確か十割そば を提供をしているそうで、ものすごくこの香りが素晴らしいですね。こう口の中でこうそばの香りがプンとこう香ってきます。非常に美味しいお蕎麦ですね。蕎麦屋始めて38年になりますけど、手打ちは20年です。その前は普通のお蕎麦屋さんで出前もしてました。蕎麦今は日立焼き蕎麦早刈りを使ってます。味、香り、甘み最高だと思います。で、出汁はこれ備長炭のいぶしのかつ節を使ってるんですけど、湯煎をしてそれからお客様に出してます。角が取れて丸みがあって美味しい出汁になると思います。鴨はですね、やっぱりお酒を飲みながらそれで鴨料理を食べていただくのが一番いいと思うんですけどね。鴨せいろはまたお蕎麦も味わっていただけると思います。ぜひ君吉へ一度お運びください。まさにですね、酒よし、鴨よし、それからそばよし、君よしといった感じで、これはもう恒例のマネちゃんチェック。本日は、手打ちそばの君よしさんからお送りしました。